はい、こちらの論文について、文献紹介を鈴木が行います。今回、実証している論文の情報になります。アブストラクトです。対話コンテキストを利用した生成モデルの研究になります。この論文では主に対話コンテキスト情報の影響というものについて調査しています。また、コンテキストベクトルに重み付けを行うモデルというものも提案しています。また、対話コンテキストとクエリの関連性によって明示的な重み付けというものを具体的にこの重み付けというのを行っていて、その提案モデルはベースラインを上回っています。対話コンテキストを利用する生成モデルの研究では、基本的に対話コンテキストっていうのは、その応答文の直前までのそれまでの対話文を指すことが多いのですが、ここでは対話コンテキストというのは、その応答文の前の発話文の中でも直前の発話というものをクエリというふうに言っていて、そのクエリよりさらに前の発話文の集合を対話コンテキストというふうにこの論文では言っています。イントロダクションです。生成ベースの対話システムは、Seq2Seq によって、クエリから応答を生成する手法というものが主流になっています。また、この Seq2Seq の生成ベースの手法では、コンテキストの重要性というものが認識されています。具体的に先行研究を挙げていくと、コンテキストとクエリを直接、連結して入力するもの、階層エンコーダーによって、対話コンテキストとクエリをエンコードしてから統合するもの、コンテキストとクエリをコンカットや、プーリングして組み合わせる方法というものが、先行研究にあります。この論文では以下の2点に着目しています。コンテキスト情報はどうすれば有効に活用できるかという点と、コンテキストはどのような影響を与えるかという点です。また、この論文の貢献は以下の2点が挙げられます。ニューラル対話モデルのコンテキストモデリングによる体系的な研究を行っているということと、他のベースラインよりも優れた明示的なコンテキストの重み付けの手法を提案しているというところになります。まず、モデル大きく分けて2種類あるんですけど、ノンヒエラルカルモデルの方について説明します。こちらはシンプルなセック2セックで、コンテキストとクエリを直接連結して単一のモデルに入力するという、そのコンテキストクエリを全部一文として入力してあげるというモデルになります。今回のモデルの構造としては、Seq2Seq のリカレントニューラルネットワーク部分を Get とリカレントユニットを使用しているというものになります。で、次にヒエラルカルモデルになります。個々の発話というものをまずベクトルにしてあげて、それを統合してデコーダーに渡すというモデルになります。この統合の仕方、先行研究のまず3種、全部で4種類あって、そのうちまず、1つ目が、サムプーリングというもので、発話ベクトルを単純に、足し合わせて集約するモデルです。で、次が、コンキャットで、発話ベクトルを、連結して、デコーダーに渡すというものです。で、次が、シークエンシャルインテグレーションということで、こちらですね、分間リカレントニューラルネットワークを利用して発話ベクトルを順次結合していくというモデルになります。これが大体コンテキストを考慮するモデルのベースラインの HRED とかがこのシークエンシャルインテグレーションのメソッドを使っています。今回提案している手法の説明に入ります。コンテキストがクエリと関連している場合、コンテキスト情報は有用に利用できます。しかし、コンテキストがクエリと関連しない場合は、コンテキスト情報というものはノイズになってしまうという問題があります。で、ここではこれを解決するために、コンテキストとクエリの関連性というものを重み付けしてあげています。まず、こっち側がこれが重み付けをするための式になっていて、まず、最初に、コンテキストのうちの一文と、クエリの、コサインレイジドというものを取ってあげます。で、この時に、そのコンテキストとかクエリのベクトルというものは、ワードエンベディングの足し合わせになっています。で、それをこちらのいう感じでソフトマックスに書き上げて、重みを作るというものになります。この時に、SCI っていうのはそのコンテキスト I に対するクエリとの類似度で、SQ っていうのは、そのクエリとクエリ同士のコサイン類似度なので、1になります。でこれを、これで算出した重みというものを、分間リカレントニューラルネットワークの出力に重み付けしてあげて、それを、合計するもの、この論文では以降、WSECSUM という扱いをされますが、もしくは、連結 WSECCONCAT というものを行ってあげます。また、この重みというものは、別に分間リカレントニューラルネットワークの出力に重み付きしなくても直接発話ベクトルに重み付きすることが可能なので、こちらと同じような感じで、合計する WSUM とコンキャットする WCONCAT というものを、用意しています。実験の設定になります。今回は、中国語の、バイドゥのチャットフォーラムからスクロールした中国語のデータセットを使用しています。このデータセットは1サンプルにラストそれまでのコンテキストの最後の一文とクエリ、応答の直前の文、発話文、クエリと応答文のセットを1サンプルとして与えています。サンプル数はトレインデータが50万サンプル、バリデーションが2000サンプル、テストが4000サンプルになっています。パラメータとして埋め込み次元が620で隠れ状態が1000、最適化にはアダデルタを使用しています。評価指標はブルーの1から4を使っています。これが実験結果になります。基本的に WSEC のコンキャットのスコアが基本的に高いスコアを出しているということが分かります。はい。でこの結果から、どのように、コンテキスト情報を使うのが良いかというふうに、ついて、分かったことを筆者らは、このように分析しています。まず、階層構造は非階層構造よりも、コンテキスト情報は使うのに非常に有効であるというところと、異なる発話文を別々に保つことが重要、要するに、SUM よりコンキャットの方が基本的にスコアが優れているというところです。そして、今回筆者らが提案しているコンテキストとクエリの関連性スコアというものを使って重みづきすることが非常に有効というふうになっています。一応結果を戻すと、その通りで、ノンヒエラルカルよりヒエラルカルの方が基本的にはスコアが高くなる。でまた、SUM よりコンキャットが高くなっていて、その重み付けをしてあげる、W がついている結果ですねが基本的には結果が良くなるというふうな感じになっています。でまた、このコンテキスト情報というものを与えてあげると、その対話システムの出力にどのような影響があるかということについて、文調とエントロピーと多様性について評価することで、分析しています。その結果が、この下の表になっていて、コンテキストを考慮するモデルというものがより長くより多様な応答を生成しているということが分かります。コンクルージョンです。対話生成モデルにおけるコンテキストの効果を分析しました。また、既存手法と提案手法の比較というものを行っています。この比較から、階層モデルは非階層モデルより優れていて、重み付けによりクエリとコンテキストの関連性に従って、強調や抑制、コンテキストの情報の強調や抑制というものが可能になりました。また、コンテキスト情報によって、より長くより意味のある発話を生成することができることが分かりました。以上で文献紹介を終わりにします。